楽勝だよ。カバンにしまっておこう。私たちは律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにとっては、カカリアはお母様そのものです。でもブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だからブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令にはもう従いません。さようならメイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。メイ先輩、先輩、目を覚まして。ここどこ？キアナちゃん、よかった、やっと目が覚めたのね。なんでブローニャちゃんがそこに倒れてるの？ブローニャちゃんはメイ先輩を守るために深手を負って、今は意識を失ってる。どうしてこんなことに？畜生！どんな先進科学でも人の心を勝手に操ることはできないみたいね。ブローニャの脳はダメージを受けているけど、まだ絶望するには早いわ。セイフレイヤ学園に連れ帰ってすぐ手術を受けさせれば回復の望みはあるはず。そう簡単に出られると思ってるの？まあいいわ、どうせ第四律者がまだいるから実験を早めることにしよう。ちょっと、ウェディに何するつもりなのよ。楽勝だよ。すり傷だよ。
しまったぞ。私のホームグラ、自分の力と向き合わないと。こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。